はい、芸人男塾ですけども、はい。はい。もう、このね、あの、男塾でずっとね、勉強の話を言ってたんですけど、ついに、ファイナンシャルプランナー、1級学科試験に合格することできました。ありがとうございます。すごいです。すさまじい。すごいっすね。いや、もう、ほんまにね、緊張というか、もう、大変というか、合格を見るとき一番きつかったね。もうほんまにいわゆる受験の結果見るみたいな。そう、あれ体に悪いわ。ちなみに足掛けどれぐらいになるんですかね、これは。2022年の5月から勉強始めて、はい。で、2022年の5月から勉強始めたんですよ。はいはいはい。で、5月から始めて、2022年の9月に、3級を受験したんですよ。はい。ほんで、その、次の年の、だから2023年の1月に2級を受験したんですよ。受かって。はい。で、ポンポンと受かって、2024年の5月試験で失敗。はい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 。で、この5月試験が中でも一番過去難しかった合格率は 3.5%。 はいはいはい。で、合格者は170しか出えへんっていうかなり厳しい回で、で、次が、2024年の9月が2回目。これも結構むずいテストで、で、2024年の、今年何年に24年です、今年。勉強しすぎて大事なとこも抜けてもてません。完全に 1年勘違いしてた。ごめん。めっちゃごめん。2021年から始めたんですかね。じゃあ。そう、もっぴん貸してくれるのちょっと今整理してごめん。マジで間違った。勉強しすぎて頭熱々なってますやん。熱なってごめんね。2021年の5月にから勉強始めまして。2021年5月、はい。はい。で、2021年の9月に3級を受験しまして合格しまして、はい、で、2022年の1月に2級を受験しまして、はいはいはい、で、合格しまして、はい、2023年の、5月で、これが、合格率 3.5% という強烈な洗礼、なんやこれはって言うので、ね、3.5% なんです。厳しいっすね。170人しか受からへんっていうね、もうすごい回がもう一発目で。うわ。で、2023年の、9月が2回目。うん。で、2024年の1月が3回目でチャレンジ。はい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 。で、2024年の、5月の試験で、今回は、1級学科テストを合格したという。あ、なるほど。うん。長いんだ。2級ってからは1年半ぐらいかかったってことですよね。そうやね。だからその3級2級までは半年まあでいけたんやけど、はい、1級始めてからは1年半ぐらいかかった。うわ、すごいっすね。で、1日も勉強休まず。すごいっすね。すごすぎるな、それ。で、ほんで、とりあえず、ま、あの実技が今度の9月あって、はい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 、はい、で、そこは、まあ、ちょっとややこしいんだけど、金材っていうと2つ方法があって、こう面接方式とペーパーテストがあるんですけど、僕はペーパーテストの受けるんですけど、うん、で、そこはまあ言うたら合格率は過去で言うと 95% とかあるから、普通に勉強したらまあ取れるテストがあるんだけど、はい、じゃあ今まだその FP の1級を持ってるってわけじゃないんですか。持ってるわけじゃないんだよ。だけど学科試験合格なんやけど、実質という言い方はまあおかしいけど、その学科試験が合格率は非常に低いのよ。なるほど。で、実技の方は、まあ、ペーパーやったら 95% で、面接のやったら 85% があって、それをまあ3年間持ち越せるから、まあ、ほとんどの方は受かるっていう感じなんだけど、頑張ってればね。うん。なるほど、なるほど。実技もあるんですね。実技も面接方式だって、うん。そこはじゃあ、僕ちょっとペーパーの方に行こうと思うんですけど。はい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 。で、ペーパーもね、むずいのはむずいのよ。はいはい。やってて、もう今勉強の最中なんやけど、むずいのはむずいねんけど、その何がね、何かって言ったらね、要は
取らせてくれるテストね、難しいけど。うん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 。だから勉強してたら取れるという難しさ、ね。まあ、合格して当たり前のプレッシャーというか。そうそう、当たり前プレッシャーやし、むずいねんけど、95いくねんけど、その一級学科のテストは取れへんのよ、結局は。はい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 。結構なんていうか、その頑張ったから取れるもんでもないというか。はい。引っ掛け方がもうなんかね、異常な引っ掛けしてくんのよ。うん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 。ちょっと説明すごい難しいねんけど、なんか1ヶ月だけおかしくしてるとか。うわ、はいはいはい、ちっちゃい引っ掛けみたいなのがある。ちっちゃい引っ掛けで、だからその普通は65歳の、11月が誕生日ですやん。65歳の11月やねんけど、そのもらえる日を65歳の12月にしてるとか感じやん。でそれがそう書いてたらええねんけど、めっちゃ長い文でどこに引っ掛けがあるかわからへん状態で、その一箇所だけそこを引っ掛けてきたらさ、そこってほとんどの人は取れへんだよ、その時は。だからもう集中力をとても削られるというか。削られるし、で、その過去にないことをしてくんのよ。はいはいはい、はい。で、僕が今回受かれた原因っていうか、まあ一番肝心やったポイントが、その、基礎年金っていうところの計算があるんですけど、はい。その免除期間ってあんねんけど、その免除期間の計算があんねん、その、はい、未納っていうのと免除っていうのがあんねんけど、その未納の過去にずっとある計算は未納なんやんか。はい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 。だからそこを丸々抜くねんけども、はい、免除っていうとこが来たら、その3分の1をで計算するっていうのがあんねん。なるほど。でそれなんでかっていうと、国民年金、もうちょっとこれ真面目な話でごめんね、ちょっと今日行われて、国民年金の計算で国も払ってるの、国民年金で、はいはい、で国が払ってる部分が3分の1あって、例えば9ヶ月やったらそれかける3分の1みたいなとこがあんねんけど、はい、過去に出たことないねん、それ。あ、その問題がってことですか。過去10年遡っても1回も出たことがない、はい、はいはいはい、はい、でも僕なんかその過去のそのパターンからして1そこを引っ掛けてきたとかっていう、そのまあ引っ掛けがあったから、今回どんなパターンで引っ掛けんやろっていうのをずっと考えたんですよ。もう傾向を読んでたんですね、向こうの傾向を読んでる。その基本的なことは全部できる状態で、もうありえぬこのそこでほとんどの人に落とす引っ掛けて言うと、もまあ 10% というか10人いたら9人落とさなあかんから、はい、ほんだらその普通に考えたらその免除っていうのは大事な制度やけど、過去出たことないからって言ってそこ集めにやってたやんか。はい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 、はい、今度一発それ来た時に、あ、これ免除ズバンと来たね、そこ。あ、うわ、これ取れたってなった。すごほんま受験の戦い方と一緒ってなる。そう、全く。で、それが過去出たやったらええんけど、はい、これ5年前に出たからもうじき出そうじゃなくて、1回も出たことないね。なるほど。それがね、だからもしかして八木さん以外の方はそこを薄く勉強してたから取れてない方多かったかもしれないですもんね。薄くっていうか、そのまあ基本的にはあんまり勉強せへんとこやから。はいはいはい。だからその出たことがないからね、そこ取れたのが結構でかかったかなって。八木さんの所有基礎年金で、そう、多分それ120点合格で123やったから、多分そこできてなかったら多分落ちてたね。うわ、そんなギリギリな戦いやったんですね。いや、もうほんま1点やで、そこが言うたらなんていうかね、ボリュームゾーンやからめっちゃ怖いね、この戦い。ほんまに1個落とした終わりやからもうめっちゃ怖いね。すげえな。で、今まで勉強してたからこそ、そこも勉強できる余裕ができたってことですもんね。そうやね。そこをまあどういう勉強したかっていうと、その応用編っていう、そのまあ午前が基礎編っていうその4択で、午後が応用編っていうと計算するやつなんですけど、その計算を僕ほんまに過去問をマジで1日1回通してたんですよ、午前中に。それってどれぐらいの量になるんですか、その1回通すのって。それはだから過去問やから、テスト時間でいうと2時間半かかるやつ。うわ。で
最初はそれが僕13時間かかったんですよ、1個やんの。なるほど、うわ、難しいからできない、難しいから13時間簡単なやつもかかってんけど、でそれをもう一級勉強して1年半ぐらいやったから、その1年間はほぼ毎日それ通してたんですよ。へー、だから過去も多分僕300回ぐらいやってんの。最終的にはそれどれぐらいの時間でできるようになるんですか？最後はこれすごいのが、1時間でできるんだよ。12時間削減したんですか？そう、なんでかっていうと結局その全部数字を覚えてんねん、もう。もう、なるほど。もうだからそのこの数字が合ってるかとかっていうもうとこのまで行くのよ、だから。はい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 。でそのなんやろ、こうこうなんかね、数字の感覚で覚えてくるのか、もう繰り返してるからもう、はい、手で覚えんねん。でもその最初ってな、これ勉強というかスポーツにすごい似てて、はい、これどういう感覚かっていうと、ずっとバーってやってめっちゃ長いやつやるやん、やる問題解けやんか、こうバーって解いて、式が式がバババババババってあって、最後に小数下2桁を00にしなきゃいけなかったりするのよ。はい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 。その352円とかやったら300円にしないとダメとか、うん、そういうなんかね、一個一個のなんかそのね、あの恐ろしい細かい引っ掛けがあるのよ。うん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 。だからあらゆるとこにトラップはもう仕掛けられてるって感じやね。それ過去問って八木さん、うん、何パターンぐらい持ってたんですか、その過去問のパターン。過去問のパターンは、はい、過去あるやつ全部が10年間の差が30で、模擬テストも出てから多分40か45ぐらいはあったと思う。あ、じゃあそんぐらいやったらもう、じゃあ覚えてないですね、前やったやつとか。覚えてなかった。40とか45とかあったら覚えられへんけど、一回は解いてるし、なんとなく。あとそのいまだに分からへんやつって結構あんねんか、そのなんかね、解けんねんけど、はいはいはい、そのすっごい難しい計算がね、損益 分岐点出すやつとか、はい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 、でそれはなんかむっちゃむずいからもう手が覚えてんねや、だから結果頭というか手が覚えてるレベル。頭では理解できひんから。頭では理解できひんねっていうのは、そのなんでかというと、そういう問題って例えば A と B が等しい、はい、で B と C が等しいみたいな、はい、感じになったら A と C が等しいやんか、はいはいはい、そういうのを入れていくんです、そのいわゆるこう間に、はい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 、だすごく複雑になってくるのよ。数学的な要素がすごい強いんですよ。あのね、僕やって思ったのは FP1 級は3分の1が数学やね。計算できひんと。だから1個のそのまあ割合でどういう式かって言うたら、もうね、はい、公式を作らないとダメなんですよ。はい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 。それがすごい、また高校の数学の話からいかなかった。はい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 、はい、ただ標準偏差の計算って言うんだけど、分からへんわ。だこれほんまにだからその、はい、なんやねん、もうほぼ数学。いやそうですね、もう知識ないと無理ですもんね、その辺は絶対に。でその答えが、その標準偏差の答えとかって何が怖いかっていうと、はい、0.258958 みたいな、こうブロックで出るやんか、はい、出したときに、もうどう考えても普通のテストだったら、それそんな系の数字できたら間違ってるやん。いや分かるわ。いや普通テストでさ、数字が5とかさ15とか、はいはい、なんかそんなんやったらあるけど、明らかにもう間違ってる数字出してきたりするの。 0.237895 で足す 0.25789 とこう長いやつが3つぐらい小数点いったら、こんなやつを足して合うわけないやんってなってくるの。不安になってくるんですよ、こんなわけない。なってくるのよ。怪しいぞってなりますもんね。怪しいぞってなりゃ明らかに考えた、そこ。でもそれを足してみたらそれは答えやったりとか、えっって。おお。ファイナンシャルプランナー1級持ってる人と飲みに行ったらめっちゃ楽しんちゃいますこれ。
ほんまや。ほんまや。大差だと思うんですよ。でもだから、今、日本に4万人ぐらいおられるんですよ。でも4万人だけか。少ないっすよね、めっちゃ。4万人はね、少ないね。だから、数で言うと、そういう特殊な資格の人の数やね。だって、4万人ってことは 0.3% とかですか？あ、人口の？いや、人口の数 0.3%。 そうなんのかな。もっとちゃん1億人に1人とかちゃん。まあでもほとんどの人やってないからあれだけど、その2級になったら50万人ぐらいおられるんですよ。へえ。極端に増えるから、だから、はい、そこでやっぱ10倍ぐらい絞られるから、やっぱそれはね、なんかこう引っ掛ける感じ。それ、ヤギさん3年とか2年、2、3年でそれ合格したのすごいんじゃないですか。そのいや、でもそれもほんまに個人差あるか分からへんだけど。ああ、そうなんですね。でもなんかこう、僕はなんかもうスポーツ的やったね、後半は。勉強って言ってなくて、僕、稽古って言ってたから、もう。好きやな。稽古。ああ。なるほど、ね。だからやっぱりなんかね、もう、僕、まあ、極真空手、ね、黒帯取らせていただいたんですけど、昔。で、まあ、その、極真、まあ、黒帯取って、まあ、お笑いの世界入ったから、そっからでもずっと、まあ、空手が好きで見てるんですよ。要素としてはすごい似てるんですよ。はい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 。だから、こう、まあ、絶対大事なとこはあんねんけど、試合になった時とかでも、やっぱこう、いろんなフェイントってのはサッカーでもしたけど、はい。それか、みたいな。ほんで、初期に僕が釣られたのは、なんかね、めっちゃ複雑なことされて、ストレート入れられるみたいな。ほんだめっちゃ複雑なことされた後にめっちゃ普通のことされたら、それがなんか疑ってくんのよ、今度。緩急にやられるというか。緩急でやられんねん、これ。今はもうそこも冷静にこう対処して。冷静にこう、なんかこう、感じと構えて、まあ、こうテストですよ。構えて、こう、はい、予想してこう来るから、もう、感じで言うと、はい、何が来てもええとは思ってないの。多分こういう選手が来るやろなとは想定してるの。なるほど、ある程度は。ある程度想定して、あ、こう来るかみたいな。で、あ、下に降ってきたなみたいな。あ、これ、下に降ってのはフェイントですよ。あ、ガードしてますよとか、ここ入ってますとか。で、この時に結局はもう無意識レベルで、ここに絶対手を置いてないとダメみたいな。もう簡単には釣られないですよ。下段を攻められても、あ、上段の顎ですねっていう、こう見えてるってことですよね。それは何がね、僕が良かったかというと、こうサウンドバックあるじゃないですか。はい。で、サウンドバックをまあ、やるときに、サウンドバックスを押したときに、はい、僕は当時、っていうかもう、空手の先生が言ってるんですけど、先生に怒られたんですよ。はい。押したらダメなんです、それ。癖がつくから。押した癖がつく。癖がつくから、そういう悪い癖みたいなのは、なんかこう、つくのね。悪い癖がつく。そう、悪い癖がつくから、正しい姿勢にまた戻らないと、なんか変なフォームになる。変な覚え方したらあかんよっていうね。そう。それは FP においてはどういうことに言えるんですか？ FP において、変な癖はなんやろね。だから、その、基本的には普通の動作ができる、作業ができるっていう、はいはいはい、その高いレベルの集中力で2時間半、まあ、午前に2時間半あるから5時間を集中力切らさんとできるかった、はい、で、じゃあ5時間の集中力を、まあ、言うたら1個ミスしたら終わりの世界から、はいはいはい、だから恐ろしい引っ掛けがブワーある中で1個ミスしたらもうそれでそれミスるやん、だから計算ミスでもそうやから、はいはい、で、会うとこ会わへんかったらパニックもあるし、で、その時に僕が、やったのは、基本的にはその最初からもやらへんし、最初に絶対引っ掛けがあるの分かると思ってたから、だから、こうテストがあったら、テストこうあるやん、はい、
こういくやん、普通。こう勉強するに。こういくやん。こう、ガッて。はい、まあ普通すぐ時にこういきますね。はい、僕はそうじゃないんですよ。こう見て、あっと、こういう体勢で、とりあえず家の状態を 見ながら、俯瞰で、うん、あ、こうなんや。うん。こうなんや。あ、なるほど。そうか、これはまだ、あ、なんかいけそうやね。あ、じゃあやってみようか。こう、こう、こうでってなって、分からへんかったら、冷静に、ここで切り替えて、あ、そうなんやと。はい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 。で、これもまたね、あの、テクニックなんですけど、はい、僕、全部図、あの、図で覚えてるんですよ。図形で、書くときに。図形で。そのブロックで図形で考えるから、その要は、まあ、この物件を売って、まあ、税金の計算するときなんですけど、この物件を売ってこっちに買ったみたいな感じなときに、売った額をこう図にするしたりするんだよ。はい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 。そういう自分の中の図を全部作ってるんですよ。その例えば、あの企業で言うと、その、交際費出すときに、企業の交際費ってこの、まあ、計算があるんですけど、こう、安い方を選べたりするときに、どっちが安いかっていうときの計算を、こう、グラフにするんですよ。だほとんど、こう、ブロック、計算っていうか、その、図にしないと理解ができへんことが多いんだよ、その、計算的に。で、その、図にするときなんやけど、スペースがないの、紙に。書く余白がない。だから、僕はもう、それはもう、前のテストから気づいたけど、表紙バッと破って、それを、僕はノートの言うたらこの図形を書ける紙にしたんですよ。おお、すごあの計算スペースを確保したんですね。そうそうそう、計算とその絵を描けるスペースで、はい、ただ絵描くねんけど、この紙っていうのは僕大体およへんやるときにはもうほんまあ紙普段は15枚ぐらい使うねんけど、はい、15枚1枚しかないのよ。それもう無理ですよ。だからね、僕はね、むっちゃ消しゴムにこだわった。消しゴムにこだわった。だから書くやん、鉛筆書いて一回めちゃくちゃ図形にしたやつを次の問題行くときに全消しすんのよ。うわ、もう消さなダメなんですね、うん、だからもうめちゃくちゃ消しやすい消しゴムで一回そのめちゃくちゃ書いたやつをもう綺麗な紙にしないとあかんない、はい、ちなみにどこのやつなんですか。その結構売ってないやつなんですか。ほんまに。いや売ってるねんけど、その子供が持ってる中では特に消えそうなやつをあらかじめ。そこまでこだわり強いな。ほんまにね、見たことないぐらいの消しゴムの量あったもんね、僕のとこ。F1 級取るためには消しゴムにこだわれ、まず。消しゴムやな、ほんま単純なことやけど、書く図形の書くペースと消しゴム。だって普段15枚使うわけですもんね。15枚使うんだよ。それを1枚でやらなあかんってなったら、そう1枚でやらなあかんってその状況のね、確かに。これ、ね、消すのも時間かかりますよね、毎回。消すのはもう、そう、バッとこう、ガッ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 って消すんだけど。消えやすいのじゃないと、もう、時間との戦いもいかれるから。なんか、破れてもうたりみたいなのもありそうですね。あ、もうそうそう、こうただちょっと丈夫なよ、紙が。あ、いい厚紙なんですよ、ちょっと。厚紙というかね、ちょっと上質な紙で、そこは助かったの。そこは心配しなくてもいい。そこ心配しなくって、で、その間が1時間しかないんですよ。はい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 。テストが、5時間テストやから、で後半の休憩。で、ここが難しいのは、やっぱトイレも行かれへんから、その、飲みすぎてもあかんのよ。トイレ行けないですか、その1時間。あ、その1時間は行けんのか、テスト中の2時間半はまあ行かれへんから。はいはいはい。よっぽど出ないとね。だから、その時があるから、この、何を食べるかっていうのもすごい重要なんよ。うわ、結構ほんまスポーツっすね、ちょっと。スポーツやね。だから絶対入れすぎてもダメやし、はいはい、入れなさすぎてもダメやから、なんかこうちょうどいいぐらいのお腹にしないとダメなんですよ。八木さん、ちなみに分量どれぐらいでコントロールしたんですか。だから僕で言うと、例えばその時は何食べたかちょっと覚えてる。でも大体はおにぎり2個ぐらいにするんですよ。ご飯はおにぎり2個ぐらいにして、あと大量のラムネラムネラムネを食べるんですよ。それなんでなんすか。なんかね、ほんまにあの脳が削られていくんですよ。あー、もう疲れすぎて。疲れすぎて、でグッと入ったらこう疲労するから、そこでもうあの入れんのよ、糖分として。糖分で、これなんでかっていうと、僕ね、これも経験なんですけど、僕フルマラソンを6回か7回ぐらいあのやらせていただいてるんですよ。
ああ、すごい。で、そのカンペーションにあのお供させてもらったホノルルマラソンが5回ぐらいと、最近で言うと、京都マラソン、はい、で、神戸マラソン、はい、で、丹波篠山マラソン、はいはい、なんですけど、過去やっぱりそんだけ出させていただいて、まあ、タイムで言うと4時間50分ぐらいのこう、まあ、平凡なタイムなんですけど、うん、丹波篠山マラソンの時一番過酷やったんですよ。環境がですか？環境が、これはおはよう朝日の一企画やったんですよ。はいはいはい。で、丹波篠山マラソンで3月9日やったから15ぐらいかな、もうめっちゃ激寒の時に、うん、赤踏んで走ってくれっていう依頼やったんですよ。わあ。で、赤踏んで走んねんけど、はい、で、天田の浜本さんと、で、田村さんが中継来てくださって、僕は 赤踏んでは走んねんけど、はい、もうスタンバイしてる時点でめちゃくちゃ寒いね、雪とか積もってるから。最悪っすね。ほんで、走り出すんやけど、その、めっちゃ恥ずかしいねん、やっぱりずっとお尻出して走ってるから。映像で、まね、みたいになって。はいはいはい。ほんで、でもその番組で言ってるし、絶対そんなリタイアできへんなと思ったけど、なんかね、そこの、スタッフさんが、特別なドリンクを持ってあったんですよ。はい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 、はい。それを30キロ時点で飲ましぼうたんですよ。はい。ほんだら、そっから止まりかけてた足がぐっと伸びたんですよ。で、これ、まあ、何かっていうと、結局は、マラソン、フルマラソンしたことないよね。まあ、僕は1回あります。はい、やった時って、なんかね、もう、何がしんどいかって、スタミナなくなってけへん、最後。なくなりますが、まあ、足も全く動かなくなります、はい、そういう状態になった時にスポーツドリンクとか入れてもあんま伸びひんのよ。はい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 、はい、なんか固形というかなんか入れないとなんかこうパワーが出ない。確かに。なんかこのペットボトルの中に蜂蜜みたいな超濃厚な、なんかこう超濃厚ななんかこう甘いやつというか、はい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 、もう飲めへんよね、ドロッとしてるようなやつやね。ほぼ固形のドリンク、ほぼ固形のドリンクみたいなやつ飲んで、結果後半足止まらへんくて、42キロの後半2キロはブーツで走って、ブーツで、そうブーツで走って4時間半ぐらいやったんですよ。え、全部フルでブーツでフルで走ったんですか？いや、後半2キロだけ、あ、そこでブーツに履き替えて2キロで。どういう機会なんですか？で、ちなみにテンダーの浜本さんはスーツに着替えて走ったんだけど2キロ。田村さんも走られて、田村さんは中継あったんですけど、あ、なるほど。その時に経験上めっちゃあったんですよ。やっぱスタミナすっごい大事だなと思って、だから僕はその2時間半のテストの後にもうラムネ山ほど入れて、はい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 、脳が疲れへんようにする。なるほど、栄養とって。あとその感覚で言うとゲーム要素、ゲームのなんかこうゲージと一緒で、その午前中にどれだけ頭削られへんかの大事。温存。温存。スタミナ温存で、だからもう絶対分からへん問題で、絶対分からへんような問題も入れてんねんか、だからそこで引っ掛けて、なるほど、ゲージがガーッ削られんのよ。捨てる作業もめっちゃ大事なんですね。そう、だからそこは捨てる作業大事っていうのは、だからほとんどのテキスト一回全部見てて、はいはいはい、過去にあるやつは頭に入れとかなあかんねん。なるほど。これは過去に出たことあるのか過去に出たことないのかはそこで判断せなあかんねん。はいはいはい、で過去に出たことがないんだったらここ多分解かれへんから、これはもう捨てるっていう、はいはいはい、ゲージ削られませんよっていうことだよ。だからテストの中にもコスパがあるわけですね、うん、コスパがある。そうそう、コスパがあって、そういうなんかね、各社に僕の中のそのやり方が、まあ、細かい話がいろいろあっての、で、まあで、まあ僕のその、まあ、何回も言ってるこの世界一緩い勉強法ルールにのっとって、はい、その勉強した次の日も同じく勉強すると。もう受かって次の日勉強されたんですか？だから、受かってるって知らんから、もちろん。ああ、確かに。そう。なるほどね。だって結果、もう出たじゃないですか、今は。うん。もう勉強はやめたんですか、じゃあ。いや、だから実技があるから勉強してる、同じペースで。それはもうし、多分実技受かっても同じ、まあ、勉強すんねんけど、そこはすごいっすね、ほんまに。それ、うん、合格して
なんか自分にご褒美的な、なんかこんなん飲みに行ったとか食べに行ったとか、そんなんもないんですか、贅沢したみたいな。それもね、世界一流勉強法ルールにのっとって、ここまでルール。受験に対して我慢を一切しないのよ。はいはいはい、はい。だから、知ってるものがあるから、なんか受験のために我慢しないとダメなものがあるから、受験が嫌なわけやんか。うん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 、結局は。なるほどね。やりたいことを全部我慢しひんかったら、別に何も変わらへん。だってやってるし。だからご褒美もクソもないんだと。ないねん、だから。え、その、まあ、まあ別に我慢というか、合格したっていうお祝いみたいなことはない、もうないんですか？じゃ嬉しい。ない、それもない。嬉しいは嬉しいですよね、でも。いや、それ嬉しいというか、もう、それは発表の時だけど、俺は嫌やってんけど、だからその気持ちの浮き沈みが。はい。ただその年収300万円の本もあるから、はい。本まで見たくないぐらいやってんけど、もう、どっちでも。ね。本のこともあるし、なんかその、はい、もし受かってた場合、次の勉強もしたらあかんから、まあ、発表があるあったんですよ、その時に。で、奥さんに、まあ、携帯、スマホ、なんやけど、その前に一応僕丸ペケ撮ってたんですよ、あの会場で。ああ、どうやったかみたいな自己採点を。自己採点を。でもそれずっと無視してたんですけど、さっき一回自己採点しようと。めっちゃ結果気になってますよ。え、八木さんだって結果は正直どうでもいいって言ったじゃないですか。その毎日勉強することが大事で、結果なんていうのは別にどっちでもいいやと。うん、めちゃくちゃ結果気になってます。いや、だからやっぱその日をスマホ見る前に我慢したいけど。確かに結果気になってしまってますよ。めっちゃ頑張ってるから。いや、気になるし、その一応それはやっぱり多少はなるって、それは人間やから。そうですね、それはそうですね。ほんで安心しました。答え合わせしようと思って、その、はい、の答え出てるから奥さんに、はい、言うていてって言うて、はい、1番みたいな感じで、罰やったの、1個目。うわ、怖っ。怖っと思うやん。はい。50問しかない、あ、1個目。ほんで、次はって言ったら、はい、3みたいな感じで、罰やったんですよ。はい。うわ。うわ、罰、罰来て、はい。えってなって。って、あーってなって、で、奥さんに、え、3問目って言ったら、何やって言ったら、あ、×や。うわ。あーってこういう感じで、で、奥さんに4つ目言って、はい、あ、×やわって言って、4立てで×だったんですよ。もうちょっとね。あ、無理やわってなって、で、もうええよ、もう、俺、ちょっと採点してって言って、もうそこで気持ち折れて、あ、採点してって言って、奥さんが採点しだして、ほんだら、なんか、結局途中ちょっとあったりとかしたけど、その、46点やったんですよ。すごい。で、46点で120点必要なんですよ。全然足りてないじゃないですか。足りてへんねん。で、だからさ、46点ってことは、そうだよ、計算機が、46点ってことは、計算機、まあ、出せる、はい、46点ってことは、120点から、はい、74点。そうですね、足りてない。後半74点取らないとダメなんですよ、応用編で。はいはいはい。結構きついやん。ほんで、だからもう、どう考えても74は、まあ、ある程度はいけたけど、74はもう無理やろと思って。だから言うたら、後半に言ったら100点中74取らないってことですよね。そう。ほんで、俺、分からへんかったとこも自分で分かってるから、何個か分からへんかったんが。ってことは、マックス分かってるとこが全部あっても80ぐらいなんですよ。うわ、もうミスできへん。1個ミスできへんような状態でもっちょ低いやろなと思って、あっても70ぐらいから、あ、もうこれ無理やわって言ってて、はい、いける場合は応用編で、まあ、最低でも55から60あっての向こう60の120みたいな感じだと思ったから、
はい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 。だからもう奥さんにもういい、ま、もうおって言うて、もうで、あ、惜しいやとか言われてんけど、この合格これ押したら光るからさ、入れるからね。もうそこ見たら分かるから、分かるけど、でもこうなってきて、惜しいやって、もうめんどくさ、惜しい、押して押してって、もうこういう感じで見て、こういう感じこういう感じ、めっちゃビビってます。結果めっちゃ大事ですよ。こういう感じで、娘でここ分かる、あ、めっちゃ分かるわ、でもそれ、はい、ほんまにね、それでほんと押したやんか、ほんなら赤かって、はい、え、合格の時赤いねん、それは、うわ、ま、俺それは前で落ちてるから、3回落ちてるから分かるやん、あめっちゃ嬉しいですやん。いや、めっちゃびっくりして、ほんまに、それ嬉しいですよね。めっちゃびっくりしたもん、ほんま。うわ、じゃあ後半がめっちゃ合ってたんですね、じゃあ。そうやね、合ってて、ほんで、そっからね、あーってやると、バーって、ちょっと待って、もっぺん、ちょっと受験費用、もっぺん、持ってきたって言って。合うてるんか、これとか。ほんまにやってるんかっていう。ほんまに合うてんのかとか言って。だから、こうやな、これって。こう、合うてんのかとか言って。そこになんか今度疑い出しすぎて、合うてるよねこれとか言って、はい、ほんでなんか置いてんけど、一回ちょっと閉じてからもっぺんやって出るかとか言って、はい、で俺打つわって打ったら、次がまだなんか焦って手震えて違うとこ押しててんな、スペルを違う、はい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 、焦ってでーやって言って、焦りすぎてちゃんと押してください、ちゃんと押してくださいとか言って、こうそのやっぱり繰り返しで、でもあんまり合格が来るまでは、疑ってたもんね、ほんまなんかなとかもね。やっぱでもめっちゃやっぱ嬉しかったです、結局は。いや嬉しかったね、ほんまに。そうですよね。で嬉しかったのと、あとはそのまあ次の勉強があるから、はい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 、はい、それの不安もの方が半分あるみたいな感じで。え、じゃあそれほんまにお祝いもじゃあしてないってことですか。してない、してない、もう。あ、じゃあさすがに実技というか次のペーパー受かった後はちょっとお祝いとかある。いや、それももうないと思うわ。そうなの。そうやね、それもないのよ。ペーパーの結果もネットで見るんすか。ペーパーの結果どうしようかな。これでもうほんとこうなるから、格子状にして。いやでもな、ほんまそう、なんで。いや、それはこんだけ時間かけて頑張ったら、それはそうなりますよね。あと極端やね、思ったけど、資格試験っていうのは。なるほど、極端ということです。だって結局、受かる実力があっても、その1点で、資格持ってる人と資格持ってない人いるわけやん、前から。なるほど、はい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 。しかもそれが、当てずっぽであろうがね。だから、すごい資格試験、厳しい世界やなっていうのを思った、僕は。間がないですもんね、もう。間がないから、だから すごい大変やなって思ったね。いやでもすごいですね、1級取ったの。いやまあとりあえず、まあ、実技取って、なんかまあちょっと全国のね、そのカルチャーセンター回れたらいいなと思うんだけど、昨日もまたちょっと早速相談をね、まあ、社員さんの人からちょっと早いですね。ちょっと飯行くみたいな、ね、ちょっと相談みたいな感じで、はい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 。俺でもね、びっくりしたんが、はい、あんだけね、なんていうか、テキスト上とか問題上は分かってんだけど、はいはいはい、実際のことって言われたら、あれってなんでな。ああ、なるほど、実技の難しさというか。そう、なんかそのなんやろ、こうテストの中にあるものと言われたらちょっと乖離してるとか、その時間とあったらそれ、あ、これがこうって消化できるけど、急に言われたら、はい、ね、あんまりこうなんかこう難しいっていうのは感じたね。いざ言われたら、なんかそこ絶対経験絶対いいなと思ったね。じゃあここから全国回り出してまた気づくことがたくさんあるって感じですね。じゃあそうやね、とりあえずその前に実技受かって、症状が今回大きいらしいから、
大きい大きい症状が、うん、これぐらいあるらしいな。へぇ、その症状ちょっとね一回確認してそれ持ち歩いてほしいですもんね毎回このちゃんと。いや、その出ないやつは無理やわそんな大きいんですか。大きいらしいよこれがあるから。これちょっとねさすがに難しいんだけど、でもあの、はい、核生物のあれあるじゃないですか。うんうん、あれちゃんとあの営業ワングランプに持ち運んでましたよ。そうあれをねもう写そうと思ってとりあえずあのメタルキャンパスが顔刺すようにアコ使っていただいて何の関係もないのに後ろにずっとあれがあってめっちゃ話になりました。じゃあそのもうねもうほんまにそうご好意でねするにしてもらったんで、まあちょっと ねあの勉強のことはまたなんかあのちょっと報告していきます。とりあえず一旦、ね、あの言ってたその一級学科試験合格できたんで報告していただきました。ありがとうございました。ここから始まる僕だけの